動画でよく、うん、基本はっていうんだけど、はい、じゃあ基本って何なんだよと思って、はいはいはい、昔もね何回かやってんだけど、うん、もう一回整理して聞きたいなと思ったんだ。基本の話するとさ、いつも言うのが、うん、基本が真ん中にあって、うん、自分が周りにいるわけじゃなくて、うん、自分が真ん中にいて、うんうんうん、周りに基本があるっていうじゃん、うん、それってどういう意味なのかなと思って。あ、うんとね、例えばね、重心の問題だったり、うん、手の位置だったり、うん、あとは体重移動だったり、はいはい、反動を使うのか、うん、瞬発を使うのか、うん、そういうのによっても全然スイングって変わるから、はい、その1個の基準っていうのはあくまでも機械が打ったような感じの基本のことしか言ってないんだよね。もう人間の基本っていうのは、うん、ゴルフのスイングってそのクラブをメインにしてんのか、うん、体をメインにしてんのか、うん、そういうのでも違うし、うん、いろいろ打ち方がやっぱ基本としてもあるからね。でもそれは動き全体、体を含めた動き全体のことは言ってんだけど、体の運動量よりもクラブの運動量がこう勝ってることがほとんどなんだよね基本って、うん、そういう動きになってくれば、うん、要は基本に近い動きになってくるはず。さっきその自分が真ん中にいて、うん、基本が周りになるっていうのは、うん、全部自分に当てはまるものじゃなくて、うん、その例えばじゃあ時計の文字盤だとしたら、うん、試しに平井が基本の真ん中に立ってみました、うんうん、って言ったら、じゃあ、 平井は12時が基本タイプですよって言ったら、その12時方向にしか進めないわけよ。はい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 、はい。うん、だから徹君がここに立って3時方向ですよって言ったら、徹君は3時方向の基本にしかできないわけよ、うんうんうん、でそれに2時と4時が多少できますよっていう、うん、あ、そういう意味なんだ、うん、その近しいやつはできるけど、うん、反対方向も。そうだから6時とか9時とか3時とかは俺はできないわけよ。違う体の使い方をしてるから。だから11時と1時はなんとなくはできるよ。でもドンズボは12時ですよっていう。ってことは基本っていうのは1個じゃないんだ、もともとが、うんうん、そうやって言うとね、いや基本は1個だろうって言われるんだけど、うん、分かってるよそんなのは。え、でも1個じゃないでしょ。1個じゃないと思うよ。だって同じ体の使い方してる人じゃないからね、みんな。そうだね、うん、だからその基本が当てはまる当てはまらないっていうのが出てきちゃうから、うん、だからその人に合った基本っていうのはありますよっていう。結論をもうここで言っちゃうけど、うん、ワンナップに来たらあなたの基本を、うん、教えますよってってことだよね。そうよ。だから全員打てるようになるんだ。そう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 。今日の方も初めて1年でもう5年ぐらいの球打ってたからね。それは自分に合ってる基本。そうそう、それを教えてあげただけ。じゃあ自分じゃない基本、うん、だけど誰かの基本、うん、世の中的には基本って言われてることをやってたらうまくなんないんだ、うんうん、ハマった人だけね。ね、ハマんなかったらうまくなんない。基本やったっていくら基本って言われてることでも自分に合ってない基本だったら当たらないからね。ってことは俺の中ではもうじゃあ合ってないようなもんっていうか自分に合った打ち方を見つけてった方が早いんじゃないかなって。早い早い、うん、だから YouTube じゃ無理でしょ。無理だ。うんとね、 YouTube じゃ無理っていうか、うん、習う側のスイングが発信してる側に見せなきゃ無理だから、うん、あ、そうだね、うんうんうん、そうだね。だからそういう意味で YouTube じゃ難しいよね。逆だよ。逆だから習う人が、習う人が僕こうなんですって動画を発信してたら、うん、平井くんがそれ見てあなたはこうですよってコメント、そうそう逆にするならそうできるけど、そうでも反対だもんね。反対でしょ、うん、俺が映像を流してるわけじゃない、ね、こっち側が。そうだ、だから習う側が見てたら、うん、習う側はもう絶対にミスター X のままじゃない。そうだね。だからそれは無理。そういうことか。じゃあ YouTube 逆にすればいいんだ。俺らコメントする側に回ればいいんだ。そう、コメントする側だったらいいの。全員ね、YouTuber は。誰がその自分のスイングずっと。本当だよね。そうだよね。そう。ああ、そういうことか。そう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 。基本だからって誰にでも正しいよっていうことではないの。うん。それよりもね、本当、YouTube 始めてからずっとそうだけど、うん、ここ最近特に思うことはもっと自分で考えた方がいい。基本一つにしても、うん、自分にストレスない動きは何かで、ストレスないって動きだけじゃなくて多分ボールも入ってると思うんだよね、球筋も。それがうまくクラブが動ける中でストレスのないスイングを見つけなきゃいけないから、うん、それって自分で打とうとする球がないとそれはならない
そうならないからね、うんうん、ドローを例えばじゃあ打とうとしました、うんうん、って言ってスライスな動きをしたら初めて気持ち悪くなるじゃない。あでも打ちたい球がなくてスライスの動きしたって別に気持ち悪くはないと思うんだよね、うんうん、逆の動きをするから気持ち悪い、うん、したくない動きをするから気持ち悪いから、うん、だからちゃんとした明確なものがあった方がいいよね。スイングに求めるものだったり球筋に求めるものっていうのははっきりしてた方がいい。基本はだからクラブが動いてて、うん、だからクラブは別にそこまで大差はないと思うんだよね。体の基本はあったとしても、うんうん、ただそのクラブがうまく動けてないんだったらその体の使い方は違いますよねっていう、 でもこれはやっちゃダメだよみたいなのあるんでしょ。あでも打てるようにしていくんだったらないのか。例えばすごいボール左に置くとか右に置くって例えば極端にやったとして、うん、でもそれだと打ちづらいんだもんね。打ちづらい、打ちづらいね。だから真ん中に置いといたらじゃあ打てるじゃんってなるんだから、それがその人の基本になっていくわけだもんね。例えばだよ、うん、これピッチングね、うん、ピッチングでここ置きました、うん、って言ったら、うん、基本が少なければ少ないほどナイスショットは出るわけよ、うん、例えばアドレス、うん、基本のアドレスはここなんでしょ、うん、でここに構えたらさ、うん、本来当たんないじゃん。当たんない。だここからここに基本を外します、うん、でこっから外れて、うん、例えば真ん中にこうやって構えて、うん、こっからクラブヘッドだけこうやってやってる、うん、これまずいよね。ロフトがピッチングじゃないじゃん。そうだね。ロフトを立てるじゃん、うん、したらさ自然とこうやって向くでしょ。向く。したらこれも基本じゃないじゃん。じゃない。基本が少なければ少ないほど内緒を立てるわけ一個ずれたらね。あそっか、全部ずらしていかないといけない。そう、全部ずらしていかなきゃいけないの、はいはい、だから頭固い人は無理なの、はい、基本なんでしょ、肩は基本でしょ、こうやってまっすぐ行かなきゃいけないでしょってなってきちゃうでしょ、うん、で一個ずれたら全部ずらさなきゃいけないから、そうだからそこら辺は柔軟に考えなきゃいけないの。でもまあそもそもじゃあそこに置いたら打ちづらいよねってことだよね。そう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 。だったら真ん中置けばいいじゃんって。そう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 。そうだよね。そう。あ、分かった。じゃあダメとかっていうのはないのか。打ちやすいんだったらそれでもいいってこと。もしそこが本当に打ちやすいんだったら。そう、これで。こうやってカット系の球が打つんだったら別にいい。でそれであれで出球もまっすぐ行きたいんだったらここで若干フェースをまっすぐに向かしてあげてこうやって打ってあげたらいいの。それが自分が一番打ちやすいんだったら、打ちやすいんだったらいいの、基本になるわけだ。そう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 。なるなるなる。でもこういう方いると思うよ。いる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 。ガヤが入んなきゃね。入るんだやっぱ。いるでしょ、これ気に食わない人いるもん。なんでそんな左打てんのとかっていうの。そう、例えばこれで、うん、これでうまくいってる方がいるよ、うん、俺はそれ応援するタイプね、うん、だけどこれでうまくいってる人がいました、うん、で、うん、もう一人はこれでうまくいってる人、うん、はいはいはい。で100球ずつ2人で打ちました、うん、って言ったらこの人が1球目から99球目までナイスボール出て100球目にこれでちょっとトップってみな、うん、絶対言われんだからほら最後それ出たでしょって言われちゃうの。へえ、それは真ん中に置く人が多いかな。まあ多いからだよね基本と言われてるから。そうなんだから真ん中に置くバックボーン、うんうんうん、バックボーンねこれだと、うん、結局ミスしても、うん、あちょっとタイミングがずれたねとか、あまあたまにはあるよ、うん、っていうフォローがかかるわけよ。普通だからね。そうだけどこれのフォローってないからねそんなとこ置いてっからだよってなっちゃうんだ。そう、俺は全力でフォローするよ。なるほど、そうやって調整していくんだ。そう、自分でね。そうで、これ左に置いてちょっとでも上から入ったら、うん、言われちゃうよそんな左置いてんだったらこうやって迎えに行っちゃうでしょ、だから上から入ったんだよって言われちゃうの。言われちゃう、うん、俺はその方に念仏って言うから、うん、聞かないでって。そう、自分が考えてそうしてんだったらね、全然いいの、全然いいの、うん。だからその自分でちゃんと理解できてればやっていいと思う。そうだね、うん、あの続けてていいと思うし、うん、ミスはこういうミスが出やすいのは分かってるよって言って、うんうんうん、打ってんだったら俺は全然ありだと思う。そういうことか、習ってじゃなくて自分がそれでやってんだったらね。そう我流でやって、うんうん、右もそうよ、右に置いたって、うん、左に置いたって、うんうん、近く遠くもそう、うんうん、
自分でちゃんとミスとそのまあデメリットだよね、うん、を理解してやってんだったら全然いい、うん、ただあれか動画見てとか誰かに言われてやってることなんだったらダメだってことだね。よくはないよね。だからもちろんその自分の意見と同じ意見がたまたま動画であってやったんだったらまだ俺はいいと思うよ、うん、そうもうえって言いながらやらされてるのはダメ、うん、絶対うまくいかないからイメージが出ないんだったらやんない方がいい、うん、そういうことですか。そう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 。だから基本はあるけど合ってないようなもんっていう感じなんだよね、うん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 、やっぱ本当に自分の感覚形じゃなくて感覚が基本になっててほしいから、はいはい、ああそうだねそういうことね、うん、そうだから本当にあのナイスショットに関係ないからねあんまりそういうものってこうだよこうだよっていうのは、うん、だちょっとずつ、うん、一応基本はこうで、うん、ちょっとずつずらそうかっていう感じ。Tの高さもそうよ。一応基本はクラウンからボール半分出てるのが基本だけども、うん、もうちょっとボール左に置く人はもうちょっと T 高くするし、うんうんうん、もうちょっと中に置く人はもうちょっと T 低くするしっていうズレがあるから、はい、そう基準はあって、はい、そっからこう自分の打ちやすい方にちょっとずつ変えていかなきゃいけない、うん、そういうことね、うん、でそれが完璧に自分のゾーンにずらしきったのがプロだからね。うんうんうん、そこだったらいつでもその球打てるよ。打てる。そう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 。そうなってきた方がいい。そうか。そう。あ、自分が真ん中にいるってそういうことね。うん、何時方向の基本が合ってんのか、うん、がっていうことか。真ん中に向かっていくわけじゃないってことね、周りから。そう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 。一個の正しいその基本にこう向かっていくんじゃなくて、うん、ってことか。そう。なるほどね。自分からこう出向いていかなきゃいけないから。うんうん。うんでそっち方向に自分で出向けば、うん、もう後のその枝分かれは決まってるじゃない、うん、なんとなく、うんうんうん、そっから逆にはいかないじゃん、うん、そうだね、うん、だから迷いづらい、うん、ちゃんとしたそっちの方向になんとなくの方向に行きやすいですよ、うん、そうシャフトもそうよ、うんうん、シャフトも、うん、中調子元調子先調子ってあったらそっち方向に行ったら、うん、そっち方向のシャフトを選ぶから、うんうんこっから真逆には飛ばないからさ、うんうんうん、そう、それも一緒。ヘッドタイプとか、ま、全部そう。あ、そうなのか、うん、スタート地点が真ん中なだけで、うんうん、そっからどうやっていくのってギアとかね、うん、だから必ずその真逆のシャフトってあんまりいかないからね、うん、あ、だからさっき言った、うん、俺のドライバーが右向いてんのに、うん、ハンドファーストにしたら、うん、余計右行っちゃうじゃんってやつになっちゃう。そう逆方向だから。そう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 。そうだよね。うん。俺のドライバーめっちゃ右向いてんですよ。あれはしょうがない。あれは平井君がもう右行くドライバー作る。違う違う。違う？お座りがそうなの。お座りが。そう。ドライバー打たないのにわかるからね。俺ね。そうだね。ね。そこでもね。やんないからわかんのから右向いてんじゃんこれ。だって右向いてんじゃん。誰でもわかる。見れば右向いてんだから。そう。だから、トール君は正論なわけ。俺だって何も言ってなかったじゃん。何も言ってなかった。俺が普通に自分で練習してたら、うん、トール君がこれ右向いてないって言ったじゃない。言った。そう。だからそれが正論なわけよ。そう。だって向いてたんだもん。そう。だから右向いてるのをそのまま打ったらどっち行くトール君。右。そうだよね。そうだよね。そうだよね、うん。右行くんだよ。右行く。そう。で右行くんですって言われたらどう？それは右。そうだよね。そりゃ右だよ。右行くんだよ。そう。ね。そう。だからあの困りはしないけど困るよね。うん。そうだね。だからフェイスアングルってすごい大事。そう。だから右に感じるクラブってやっぱり。そのまま右行ったり、右行くって分かって捕まえたり、そうだね、真ん中が少なくなるから、はいはい、良くないの、はいはい。だからその、右だと思うものが、うん、右じゃなく見える人もいるのね。俺が現役の時そうだったの。うん、ロケットボールドハマりしてて、うん、ロケットボールがもう、こういうフェイスアングルでぴったり見えたわけよ。うん、そんなことなんだ。でもドライバーと
他のクラブは普通でよかったのよ、うんうん、だけどスプーンとクリークだけこうなってないと嫌だった、うん、でもこれがこう見えたのまっすぐ、うん、だからロフト 14.5 だったんだけど12度か 13.5 ぐらいのロフトして、うん、もうオープンフェイス 2,3 度ぐらいの感じこういうスプーンだったのよでもね全然普通だったの別に捕まえようとしなくても捕まったしでまっすぐ行くのもうすぐ行ってガン飛びだったけどね本当にドライバーと変わんないんじゃないかぐらい言ってたけどへえ。BB の 7X 入れててねへえ、そうなんだそうあれ良かったんだけどそんなこともあんのね あったねでも他の人構えると、うん、フェース見えないじゃんって言ってたあそっぽ向いてるっつって向こう向いてる向こう向いてるってでもその時はそれがちょうど良かった本当それでも右に行かなかったのねそれは分かってるし、うん、そういうアングル要は開いてないから普通に焦らず打てるから普通に捕まえられたのね、うんうん、そうだからそういうクラブだったらいいんだけど、うん開いてて、うん、なんで右行くなんで右行くっていうのは良くないよねうんで構えて蓋開けてみたらオープンフェースでした、うん、そしたらちゃんちゃんってなっちゃう、うんうん、ちゃんとフェースアングルっていうのはあのほんとじっくり見てみてって感じ、うん、絶対答えは出てるから、うんうん、それをなんかまっすぐな線のところにトンって置いて、うん、それでまっすぐなのか閉じてんのか開いてんのかぐらいわかるでしょ、うんそこははっきりチェックしないとダメ、うん、だそういう動き、うん、動きっていうか座りっていうのはちゃんと見ないとダメだねそれだけで本当変わります特に最近多いのはこれねアイアンのだいたいアイアンこう構えてるのね、うん、みんな、うん、それで右行く捕まんない飛ばないって言ってる、うん、そうだそれこうしよう、うん、そうでこうやって構えたら、うん、左向いてるっつそうだよさっきまでこうだったんだからあれちょなんだっけ左足に当たっちゃうんだっけそう自打球するっつってそうでも変な話閉じてはないから、うん、左にはいかないんだよね、うん、これね不思議でね、うん、トール君これそっちから見て、うん、閉じてるそれえ閉じてない閉じてないよね閉じてない全然これ俺変えないからそのまんま俺のアングルにカメラ来てくれる、うんうん、閉じて見えるでしょ見える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 今 俺が移動する間に変えたんでしょちょっとフいつも不正疑うんですよでも閉じて見える見えるでしょでもこっちから見たら見えない見えないでしょ、うん、こっちから見ると、うん、うまくやってくれてんだ ねありがとう本当にワンナップゴルフってろくなチャンネルじゃねえかこれ何番これ 7これはね、うん、俺はね、うん、ここ向いて見えるここ向いて見える、そんなにそう、うん、ここね、うん、それ閉じて見える見えない、まっすぐ。マジ？うん。それこっちから。いいよ。この辺動かすんでしょ？動かさない、動かさない。ほんとだ。ちょっと閉じて見えるでしょ？いや、全然閉じて見える。見えるでしょ？見える見える。本当だ。この動かないから、動かないから。うん、あー、そうなんだね。ほんとだ。これ反対側で見て構えられればいいのにね。そう。だから、ここに鏡を置けばいいの、うん、あ、ハンド鏡。あの、15センチぐらいの。なるほど。あの、スタンドになってるやつ。そう。100均で売ってますから。なくなるじゃん。売り切れちゃって。来週ここにダイソーって言って。書いてる。セリアかダイソー。書いてる。ワンナップさんすいません。あれでもデーモンは入ってないの。デーモンなんかやんねえもん。デーモンだって。デーモンだって。甲羅の一本ですらねえんだから一本だよデーモンはだってもうデーモンはなんかついてないんだついてねえなついてねえなそろそろあってもいいよねそうだよデーモンなあそうフェイスアングルって、うん、本当にこのそうなんだねそうトール君から見たアングルと、うん、俺から見たアングル
全然違う。全然違うね。うん、こう信用なんねえのかな。大丈夫かな。大丈夫。別にいい？あのふざけて言ってるだけなの。皆さん分かってるでしょ。あ、そっか。うん、でも二人いたら絶対できるから、うん、これ。そうだね。やってみりゃいいね。そう。これ本当ね。うん、打つ方から見ると、うん、結構斜め左に見えるのね。そうだね。そう。だからなんかね、7番だとね、ちょうどこのトップブレード。うんうんうん、トップブレードが自分にまっすぐぐらいに見える向きでちょうどいいぐらい、はいはい、そうこの向き、そうあれがちょうどいいぐらい、なのでその向きでちょっと試して構えてみてください、うん、はい、で今回はですね、基本、そうです、基本について僕個人の考えなのであまり参考にはしないでいただきたい本当にこんなに撮ってきて、僕はあのこう思いますよっていう動画を撮ってきました、うん、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。